ウラジーミル・ラドグルゲニゼは、グルジアの実業家、政治家。第17代グルジア首相。グルジア銀行監督委員会議長を経て、2007年11月16日健康上の理由で解任されたズラブのガイデリの公認として、11月16日首相に任命された。1970年12月17日。 グルジアソビエト社会主義共和国のトビリシに生まれる。グルジアとイギリスの二重国籍。トビリシ大学とアメリカのミドルベリー大学に学び、ジョージア州、エモリー大学ゴイズエタ経営大学院で、MBA 学位を取得する。1997年から1998年まで、ABN アムロ銀行で、ロシア、独立国家共同体向けコーポレート、ファイナンス担当取締役。 1998年ロンドン勤務、いくつかの上級職を歴任した。2003年7月、投資銀行プトノムロベル NBF の業務執行取締役兼欧州担当取締役となる。2003年グルジアでバラ革命が起こると帰国し、2004年グルジア銀行頭取となる。2006年5月、グルジア銀行監督委員会議長に就任する。 グルゲニゼは、グルジア銀行の業務刷新に腕を振るい、同銀は、グルジア国内トップ銀行となった。2006年にはテレビで、ドナルド・トランプバリの大広告を打ち評判になった。2007年ジョージア反政府デモの直後、ミヘール・サン・アカシュビリ大統領は、健康上の理由で辞意を表明したズラブ、ノガイデリ首相の公認に、グルゲニゼを指名した。 2007年11月22日グルジア議会は、グルゲニゼを承認した。こうして、正解入りしたグルゲニゼは、サーカシュビリとの関係も良好であるが、このことが講じて、批判めいたことを一切言わないとの表もある。2008年南オセチア戦争では、ユダヤ教のラビ、アーロン・レイビシュタインマンに転入を祈願したという。2008年10月27日サーカシュビリ。 大統領によって解任された。首相解任の背景には、対露戦争の改戦責任を問う声が高まり、サーガシュビリに対する批判を回避したという観測がなされた。私生活では、ラリサ夫人との間に3人の子供がいる。ありがとうございます。